でも見せないんですよ、生まれる時。え4日前に安全性に赤ちゃんの安全そこを育てるはどうする。え、赤ちゃんにはさ、こう会いたいっていう気持ちがある。そうなの。でなんかさ、なんか女の話をして、女が言ってたんだけど、なんか男に、なんか、10万払うから、エースなんかやりたいみたいな、引っ越して、みたいな、こう、なんか声かけてて、いるよ。俺がこいつのことで、その女嘘だなと思って、私もさ、動くとかってさ、もう何時間経ってもさ、一円も出さないんだって。アイラちゃん、赤ちゃんはどうしたの？どうなの？もう赤ちゃん産んだ。生まれた。おお。でも見せないんですよ、生まれる時。え？で生まれて、生まれた病院で産んだんだよね。え、病院じゃないの？大阪？そういうもんじゃなくて、サポート作らないかんと思って、電話をつなげたかったから、私はそうか、そうか、この時で生まれるんだと思ってたから、うん、そしたら早めに、早めだったんだ。そう。あ、そうなんだ。どこで、どこで生まれたの？店があって、そこ前働いてたんですよ、私は。あ、そうなんだ。で、なんか店長とも仲が良くて、うん、で、なんか一人のおじいさんみたいな人が、こんな時に、こんなお腹の状態で働いてなんか僕は絶対行かない、許さないって言って、別に待機してんだったら行き行けばいいからって言って、でも、待機させて、あ、待機で働くとかじゃなくて、いて、まあそうやね。私は働きたくて、店長はなんかこの前なんかちょっと関係があったから、あ、そうなんだ。それがなんかちょっと行っていいよみたいな、なんかまた笑顔になって、なんか笑ってて、いいなと思って、そんでなんか見てみようって言ってきて、働きたいって言ったら、お客さん来るみたいな感じで、寝ちゃってくるまで寝ちゃったから、バッグがお腹に当たるとか、赤ちゃん
かなと思ったんですけど、急に痛くなったから戻ったんです。その事務所に戻ったんですけど、あ、事務所に戻った、仕事に行こうと思ったけど寝ちゃって、またね、まあ、ね、で戻ったらお腹が痛くなってきて、でも信じていいかな、冬の子供だから生まれないと思ったけど、まだね、早いね、赤ちゃんが死んだのに赤持ったと、あのバックに当たってたのに、なんか、救急車やめてくださいって言ったんですよ、まあそうだよね、うん、ね、そしたら救急車来たんだけど、なんかまたなんかその救急だったんですよ、その建物が、うん、上が、上、建物がね、そうそうそう、休館にいたの、車に、あ、私は休館にいて、あ、休館にいたんだ、はい、これで、あの、そのなんかどうやって私を心霊駐車まで運ぶんかっていう話が、あ、そうか、9階だから降りるのも大変だし、それで長くなっちゃって話が、うん、ずっと1時間ぐらいどうやって運ぶんだとか、どうやってあの座るんだって話になって、そのベッドみたいな、うん、そこからいつの間にか生まれ、今穴から落ちてきたって、何かで、私も前を向いてたから、だからあの出血で、出血多量で死にたくなくて、救急隊さん持ってないと思ったから、その針とかそういうの、糸とか、棒とか立てるだけだったから、こんな感じです。で、赤ちゃん生まれたじゃん、うん、その赤ちゃんも、どうなの？見てないの、子供の泣き声が聞こえたけど、あ、聞こえたの。で、え、赤ちゃんどこにいるの？病院に、あ、病院にいるの？病院探さない？うん、痛かったんだよ。それなんかその間に、話してる間に出てきちゃったってこと。エレベーターってなかあったんですけど、うん、歩けなくて、なんかお腹が痛いとか、なんかこう、座ってないとダメだって言い出して、私が、うん、なんか、あー、そういうことね、落ちる感じだったから、あなたのスポンって、うん、それが楽だったから、うん、その陣痛だけではわからんかったって。あー、脱水とかしてからだったら、もうすぐわかるかもしれない、うん、何なのかわからなくて、それが人生だったよ。すごいな、ね、それからずっとびっくりしますよね、その〇のさ、あの店長とかだったらまだ知り合いだからいいかもしれないけど、いなかったんですよ、朝になると店長いつもいなくなるから、はいはいはい、ただのドライバーの一人いて、その人にかもうわけわからんだ、急にお腹痛いって言い出して、もうそれは初めて会った人で、今日から働きますって言って東京から来たような人がさ、このお店ったらびっくりするじゃないですか、そんな人が来たの。え、何日に生まれたの？22日4日前じゃん、うん、でも綺麗なことだったら結構びっくりするじゃないですか、それが面白いっていうことで話してます。急にさ、あの例えば誰かがさ、あの 家っていうかさ、あの働きたいのに来て、いきなり子供出たらびっくりするじゃないですか、いきなりお腹痛いって言い出して、うん、なかなかないよね。その人もなんかどういうことかよく分かってなくて、うん、もう垂直に電車から変わりか、手の毛がすごいし、手の毛がどうしたんですか。増えてない毛が、毛がないじゃなくて、虫に刺されるんですよ、なんかさっきから虫の飛び来たり、虫いる、虫いるの、早いね。こっちいつ戻ってきた？何日だったっけ？23日。
23、次の日、え、24日前でしょ、え、じゃ次の日に戻ってきたってこと、うん、すごいね、すごい、え、すごい、大丈夫ですか、4日前に安全性に、安全、それでさ、大阪にいようとはなんなかったの、ならなかった、こっちの方がいい、そういうわけでもなくて働けないから、面接とか働けるじゃん、それとか、面接の連絡の生活になったんですよ、妊娠中だったから働ける、今、今の話、あなたが欲しくて、あ、産んだから、産んだ後だから、うん、なんか、さっきもやってて、みたいな、あれ、また働けないよ、みたいな、そう、うん、それだから、そうです、タイマーが産んだ、そうさ、あ、こっちにね、そうなんです、中国の偽情報を信じる人、壮絶に話してその中が一番びっくりしたかもしれない、あ、でもドライバーの人、そうそう、従業員、後ろにさ、来た人がいきなり子供を産んでたら、できるの、いや、すごいよ9回で、9回で自分で覚えてるから、ちょっとびっくりするじゃん、そんな人が急に現れてもさ、腹が痛いとか、なんかいろいろ言い出して、叫び出さないで、そんなことさ、普通、まあ、自分は経験があるからいいかもしれないけど、そんなことあったら、びっくりしちゃって、なんだかわけわかんない、そういうことだったら、なんだかわけがわかんないって言って、どうしたらいいのかもわかんないって、大人しい人だったから、もっとそこでなんか邪魔してたって、やばかった。今は、お子さんは大阪、大阪に、大阪の病院、大阪の病院、あえ、大阪は何に行ったの、あの身分証を作ったの、1ヶ月に1回大阪行ってたんですよ、うん、だから、あの、ソーダを盗まれたから、携帯から、それを、今日めっちゃ顔色いい、そう、いいですか、こういう、え、これ病院費用とか生活費用はどうしてる？病院費用は役所が出してくれて、あとは、そうそう、結構別に生活はできて、してて、まあ、そうできるんだけど、ここ育てるのはどうする？施設みたいな、自分で育てて、ちょっと1ヶ月でした、そしたらなんかさ、人をなんかそういうのペットみたいに思うなんて、誰かに言われてもらって、1ヶ月だけど、ああ、なるほどね、誰かに言われた、女性の負担はこういうふうに言われたから、ね、赤ちゃんにはさ、こう会いたいっていう気持ちはある。
子供の名前は何にしたいか、何にしようかな。あ、決めてないの、うん、子供なんて出てこなかったから。子供さん、会いますよ、面会できますよ。そもそもさ、お子さんっていうのは誰とのお子さんだろう。いや、だから最初に話聞いたんですけど、助かってほしいから、嘘は使いつけれないっていうのがあってたんです。